こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市吹田町にございます 4DK の一戸建てのご紹介をさせていただきます。周りの方は閑静な住宅街ということで、非常に過ごしやすいところとなっております。はい、それではこちらダイニングキッチンの方からですね、広さとしては約6畳ほどございまして、こちらの方にテーブルなどを置いていただいて朝食なども楽しんでいただけるお部屋となります。キッチンの方はこちら非常に広々としておりまして、お好みのコンロ、また調理スペースがシンクの両サイドにございまして、非常に使いやすいキッチンになっております。こちらはシングルレバーになっておりまして、キッチンのところには換気窓ございます。昼間でしたら明るくも調理していただけますね。上の方にはレンジフードと収納スペース、下の方にもですね、しっかりとございますので、お鍋やフライパンなども十分に収納していただけるようになっております。はい、そしてですね、こちらの方には1階の部分テラスになっております。こちらの方に洗濯機を置いていただいて、そのまま洗濯物を干していただけるようになっております。こちらの方はですね、一応こちらで周りを囲われておりまして、屋根もございますので、雨の日でも心配なく干していただけるようになっております。はい、そして設備といたしまして、こちらモニター付きインターホンついております。カラーでお顔を確認していただけますので、女性の方、またお子様おられてもですね、安心していただけますね。はい、そしてですね、こちら扉を開けますと、洗面所になっております。こちらは、玄関の方から廊下を来てですね、直接入れるようにもなっております。こちらの方には独立洗面台としてシャンプードレッサーついております。そしてこちらの方はバスルームですね。はい、こちらの方はですね、洗い場の方も非常に広々としておりまして、換気窓も、大きくなっております。また嬉しい機能としましてですね、追い焚き機能ついておりますので、ご家族多いご家庭ですね、いつでも温かいお湯で入浴していただけます。はい、そしてですね、こちらの方に行きますと、洋室6畳になります。こちらの方とまた隣のお部屋の方も6畳ございまして、まあ、つなげて使っていただけますので、広々と12畳ほどのお部屋としてお使いいただけますので、まあ、こちらの方にテーブル、またソファーの方を置いていただいて、くつろいでいただけるスペースとしてお使いいただけます。はい、そしてですね、収納の方は、たくさんございます。こちらの方、押し入れですね、お布団もしっかりと収納していただけますし、上の方にはですね、季節物など収納していただけます。こちらの方にございまして、ここの方はね、棚としてお使いいただけるようになっております。はい、こちらの方はまた6畳ということですね。駐車場ですね、1台、止めれるようになっておりまして、今ちょっと仮に止めさせてもらっているんですが、この辺りに1台、駐車可能となっております。はい、それではですね、こちらの玄関の方に行きますね。はい、玄関の方は広々としておりまして、次にですね、こちらの方に、階段の下の方にはですね、収納スペースがございます。はい、そしてですね、こちらの方はお手洗いですね。はい、もちろん洋式となっております。コンセントも設けておりますので、ウォシュレットつけたい方、工事していただくと、すぐに設置が可能となっております。それでは2階の方に上がっていきますね。階段の方が別にございまして、上りやすくなっております。はい、2階の方にはですね、2部屋ございまして、プラスですね、こちら納戸ございます。はい、こちらは収納としてですね、お使いいただけるところとなっております。広々としておりますんでね、お部屋の方も片付くかと思います。次、こちらの方は約6畳の洋室となっておりまして、こちらの方窓もですね、2箇所ございまして、風通しも非常によく明るいお部屋となっております。まあ、個別のお部屋としてね、お使いいただけますので、まあ、テレビも、視聴が可能なお部屋となりますね。はい、最後にもう1部屋ですね。はい、こちらの方も、洋室に変更したお部屋となっております。約6畳ほどございますね。はい、収納スペースも、しっかりとございまして、こちらの方とまたこちらの方にも押し入れがございますので、ご利用いただけます。
はい、そしてですね、こちらの2階のお部屋の方には広々としたバルコニーがございます。これぐらい広くとですね、お布団や、また洗濯物もですね、非常に干しやすくなります。また南向きということでですね、大変日当たりがよく、すぐにね、乾くのではないでしょうか。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。